くさんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。では大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は海の幸最旬レシピでご紹介します。今日はこちらを作ります。カツオのからしソース和えということで、はい、いいですね。カツオのたたきがゴロッとして、そうですね、はい、でたくさんのお野菜も一緒にいただけると、はいはい、夏に向けたさっぱりメニューとなっておりますが、今日はですねカツオだけじゃないんです。こちらの野菜が主役となります。はい、今が美味しいきゅうり、これ実はですね今朝私取ってまいりました。おはようございます。おはようございます。石光さんですね。はい、今日はお世話になります。お願いします。朝早いですね。そうですね、はい、まあもうこの時間はもうだいぶ収穫が始まってもう時間が経ってるような感じ。まさかの朝5時半でも出遅れ。5時半ですよ。お邪魔したのは広島市安佐南区川内にある石光農園さんです。午前7時半の出荷に向けて収穫作業がすでに始まっていました。採れたてのきゅうりを見せてもらうと、痛いもう採れたては今あのイボイボっていうか、これがあの痛いですね。もう指にたまに刺さるぐらい。そう、このトゲトゲこそが美味しいきゅうりの証です。それに加えてまっすぐでツヤがあるものがいいんだそうです。石光農園では花をつけたまま収穫していました。その訳とは、朝の出荷してるんですよ。もうその日のうちにお店に並べるために、でその分についてはその花をつけたまま、まあ新鮮さが分かるような。今ここで箱詰め作業が行われてます。2時間かけて家族4人でなんと1000本以上収穫するんだそうです。形のいいものを箱に詰めて出荷します。広島市内のスーパーで販売されるそうです。似合うな。さあ、ではいよいよ旬のきゅうりを収穫します。いきます。はい、はい、合ってますか。いいです。きゅうり収穫しました。どんどん収穫していくにつれ気になるのはやはりそのお味です。ということで、おーい、いただきます。うん、めちゃめちゃしい。おいしい。何回やるんですか。おいしい。みずみずしいですね。ねるにゃん、この音。いい音しますね、確かにね。ほんとに。ちょっともう一回聞かせてもらっていいですか。せーの。ほんといい音。ねるにゃん。これで、あのきゅうりの青臭さよりも、あの甘みっていうかジューシーさがあるんですよね。すごいジューシーですよね。みずみずしくって、うん、美味しいんです。でも本当キュウリがまっすぐだから、なんか2人でカラオケでデュエットしてるみたいに見えますね。ですね。いつまででもこれやってる。で、新鮮な証っていうのは花がついてたり、このトゲトゲがやっぱり痛いぐらいの存在感があるものが美味しいということなんです。はい、ということで今日は川内で取ったきゅうりを使って作っていきます。大さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまずそのきゅうりです。はい、じゃあ、はい、まずきゅうりから切っていきますね。はい、はい、で2センチ角ぐらいに切っていきます。はい、まず縦に半分、でもう一度縦に半分に切ってやります。はい、縦に4等分ですね。はい、これ今日の石光さんもですね、この楽馬クッキングを見て、はい、きゅうりレシピの一つにしたいということで楽しみにされてます。あ、そうですか。はい、はい、頑張ります。まあ、こんな感じで2センチ角食べやすい大きさに切ってあります。はい、はい、この夏場にかけてが特に美味しいんだそうですね。あ、そうですね。旬ということで、うん、はい、であとまあきゅうりを入れました。はい、あとセロリですね。セロリも同じぐらいの大きさに切ってあります。はい、はい、これを入れてあります。
リとセロリ、はい、はい、同じ大きさに、はい、そしたらここに塩入れてあげます。はい、はい、はい、小さじ1の塩、はい、塩を入れたら混ぜて10分程度置いてあります。これキュウリって言ったらやっぱり塩もみのイメージがありますけど、はい、揉むんじゃなくて塩を混ぜる。そうですね、混ぜることによって、はい、こう水分、野菜の余計な水分が出ますので食べた時にシャキッとなります。へー、はい、で先にやっぱり水分出しておかないと、料理にしてから出ちゃうと料理味薄くなるじゃないですか、はいはい、だから先に水が出るようにこの段階で塩をして10分程度置いてあります。はい、で今日は10分置いたものがこちらになります、はいはい、置いてこれはもう水切ってあります。確かにちょっとこう馴染んで、そうですよね、はい、しなっとしてる風に見えるんですが、はい、食べた時の食感はこっちの方が強い、シャキッとしてます。はい、はいはい、それではカツオを切っていきます。はい、はい、今日カツオのたたきですね、こちらも、きゅうりと同じぐらいの大きさに切ってあるので、まず縦に切ります。そう、スーパーでもこのカツオのたたきの状態で売ってるし、最近よく出てきてますかね。そうですよね、見ますよね、ブロックでも、うん、同じ大きさに切ってあります。カツオのたたきをでも食べるときって、だいたいこうお刺身と同じような切り方をしたり、そうですよね、しますよね。もう今日は野菜と全部切り方を揃えてあります。はい、はい、あ気づいてしまったえ、先生さん途中で気づいてました？途中で私ごめんなさい、あのキュウリとセロリとは別のボウルにカツオを入れることに、すいません、気づいてたのに言ってくれなかったですね。ごめんなさい、すいません、できないアシスタントで申し訳ない、すいません、はい、大丈夫です。ちょっとやり過ごそうとしたやり過ごそう、やり過ごそうとしたんですね、はい、あなた、すいません、セロリとキュウリとは別のボウルに、はい、カツオを入れてください。はい、別のボウルにカツオ入りました、はい、はい、で、今日は野菜もたっぷり使うわけですね、はい、で、続いてアボカドですね、はい、はい、こちらも切っていきます。はい、今アボカド縦に、はい、種に沿って一周入れてやります。はい、そうします、そうします。で今度横にして同じように種に当てながら一周させてやります。第3、はい、これはえ、そしたらこれパカッと第3ひねれば外れますすごい、なんかあのおもちゃが入ったチョコレートみたいな、わかりますか？あるけど、ね、確かに外国のすごくわかるけど、私斬新、こうするとアボカドって縦に線入れて種を後で包丁で取るのかと思って、皮むきやす、でも種取りづらい時ってやっぱあるじゃないですか。あります、あります、うん、簡単に取れますよ、こうすれば皮が綺麗にむけますよ、これ、いいですね簡単に剥けましたね。アボカドってだから縦と横にも切った方がいいですね、うん、はい、そしたらこれを同じ大きさ切っていきます。今のところ材料すべて大体同じような、はいはい、大きさに切り揃えてます。見た目が良くなるので材料すべて同じ大きさに切った方がいいですね。今日はあれですね、カツオのたたきを使いますが、うん、野菜と一緒に食べれるサラダみたいな感覚。そうですね、はい、だからカツオのたたきでなくても例えば蒸し鶏とか、あーピータンがあればピータンでもいいですし、はいはい、何でも大丈夫です、同じように作れば。カツオの方のボウルにアボカドを入れます、はい、カツオと合わせます、はい、思い出さなくていいんですよなぜ強調する言い方をするんですか、はい、間違っちゃいけない、大事なところですね、そうですよね、はいはい、続いてトマトを切っていきます、はいはい、半分に切ってまずヘタを取ります。はい、まあ、トマトとキュウリって言ったらもう夏野菜で、夏ですよね、本当そうですよね、はい、トマトも同じぐらいの大きさに切ります。この酸味といい爽やかな食材が結構入るんですね、セロリと。そうですね、はい、はい、同じように切ってカツオのボウルに入れます。カツオのボウルの方にトマトも入れていきます。はい、はい、入れました。はい、はい、で野菜切り揃えました。あと他にですね、はい、入れるものがですね、はい、あ、そう、まだ、うん、はい、いいですか、はい、最初に使用したセロリとキュウリを入れます。はい、はい、で続いてピーナッツ、はい、食感がいいのでピーナッツも入れてあげます。はい、はい、で生姜1センチ角の薄切りにしてあります。はい、
はい、細ネギ、これも1センチの長さに切ってあります。生姜と細ネギが後で入るんですね。はい、今日これだけの具材を使っていきます。はい、はい、で具材は切り揃ったので、じゃあソースを作っていきますね。はい、はい、はい、今日はからしソースということで、はい、はい、じゃあボウルに合わせていきます。はい、はい、まず砂糖を一つまみ程度で入れてあげます。はい、はい、そしたらここにお酢です。お酢が大さじ2。はい、で醤油です。お醤油大さじ6。はい、でごま油です。はい、はい、なんかあの醤油ドレッシングというか和風のドレッシングもそんな感じですよね。そうですね。ただ今日はからしソースなのでからしを入れないといけないですよね。はい、はい、でここにからしを入れるとダマになっちゃう、からしが溶けないので、うん、ボウルに入れたからしにここにソースを入れて混ぜて溶かしていきます。はい、一気に入れるとダマになるので少しずつ入れて溶いていきます。なるほど、これ逆に間違っちゃうとからしっていうのがダマになりやすいんですか。そうそう、ダマで残っちゃいますよね。はい、はい、こちら楽技です。楽技ですね。はい、からしはソースで伸ばしていきます。はい、もう溶けましたよね、塊。はい、もうダマがなく溶けたらもうあと入れて一気に入れても大丈夫です。はい、はい、はい、これでからしソースができました。はい、はい、じゃあこちらのソースを具材にかけてやります。しょ、なるほど、はい、はい、かけたらトマトとかアボカドとか崩れやすい食材入ってますので、はい、優しく混ぜていきますね。ここで全体に和えちゃうわけですね。はい、潰れないように優しく混ぜていきます。そうですね、ここは優しくアボカドとかトマトとか柔らかい食材もありますよね。そうですね、はい、あ、美味しそう、この香り、いい香り上がってきますね。はい、夏に食べたい香りですこれ。はい、でしっかりと全体に絡めてあげたらこれで盛り付けます。はい、そう、からしみたいにちょっとしたこう刺激というか辛みが欲しくなりますもんね。いいですよね、からしじゃなくてラー油でやってもいいですよ、同じように。なるほど、こう辛いのがあった方が食欲が増したりしますので、今日はからしで辛さを入れてます。はい、よいしょ、皮打ちで採れたきゅうりもたっぷりと、きゅうりたっぷり入れた方がいいですよね。いい完成です。はい、出来上がりました。カツオのからしソース和え、25分で完成です。では材料のおさらいです。きゅうりとセロリは塩をすることで余分な水分やえぐみを出すことができて、食感もシャキシャキと美味しく仕上がります。からしソースは最初からからしを入れるのではなく、先にソースを合わせて少しずつ伸ばしながら溶いてダマにならないようにしてください。旬のカツオと食感のいい野菜がピリッと爽やかなからしソースによく合います。ぜひ作ってみてください。どうぞ青山さん、お召し上がりください。本当、はい、夏場でも食欲をそそる香りですね。はい、いただきます。じゃあせっかくなんで潜水さんが取ってきた朝どれきゅうりからいただきます。いや、お願いします。あー、おいしい。うん、いい音がしますね。この味付けはきゅうりに合いますね。やっぱり塩を振って10分置いたことでこの食感も生きて、ね、シャッキシャキで美味しい。もうきゅうりこの倍入れてもいいぐらいですね。そうですね、本当にペロッといただけますね、このソースに和えると。もう次々いっちゃいますよね。はい、あ、本当だ。大さん、あれですね、カツオってニンニクとかこう生姜とかの薬味のイメージありましたけど、はい、からしも合いますね。からしでも合いますよね。本当、うん、あ、美味しい。清涼感のある、本当にこれから暑くなる夏にかけて、うん、より美味しくなるんじゃないかなというサラダですね。はい、これいくらでも食べられますね。はい、うん、ぜひ皆さんもご家庭で試してみてください。明日はフレンチの山本さんがアジのオレンジマリネモロッコ風を教えてくれます。大さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。